グリクス開発秘話に対するネットの反応を紹介します。勝手にフリーダムをパクって修復して、その技術を徹底的に絞り取った後、フリーダムの修復パーツを秘密裏にエクリプスに変えた、作り上げた、いわばオーブ版フリーダムです。2号機にはニュートロンジャマーキャンセラーと核エンジンも付けました。マジふざけんなよ。勝手にパクって修理したなんて言われてないが、本編を見ると修復された自由の可動キーはラクスが所持しているわけだし、ラクスが承知したと思うよ。オーブだから条約関係ないし、キラが知ったらまあまあブチ切れるよ。これやっぱ塗りつぶしてるマーク、多分スターゲイザー作ったとこだよな。イエス、GSSD 新宇宙探査機構、スタゲ漫画版だとアトニスウェンも所属してると見られる組織だーね。開発者一バレたらやばいよな。開発者にじゃあ名前はエクリプスにしようぜ。バレたらオーブって太陽が沈んでしまう、やばい機体って意味で。ははは。何は露天然。かがり力か。争いがなくならぬから力が必要だとこう言ったな。議長は、かがりだが、ではこの度のことはどうお考えになる。かがり、あのたった3機の新型モビルスーツのために帰国がかぶったあの被害のことは、かがり、そもそもなぜ必要なのだ。そんなものが今さら。かがり、我々は誓ったはずだ。もう悲劇は繰り返さない。互いに手を取って歩む道を選ぶと、エクリプスのことを知ってる議長。そもそも手引きしたのは議長なんだよな。ようやるわ。言っちゃ悪いけど最悪な後付けだわ。フリーダムをこんな形で悪用してほしくなかった。後付けも何もオーブで復元してるんだから、そりゃフリーダムの技術の蓄積くらいはするだろ。アストレイの時もそうだったし。情弱な俺に教えてくれ、劇場版ってこの漫画の続きとして展開すんの？それともこの漫画はあくまで別外伝？これは種と運命の合間のお話だから劇場版とは違う。ミッシングリンク、例えばガンダムとゼータにおける0083みたいな話。真面目に0083オマージュが強いよね。初代と2作目の間の外伝で、政治的に隠蔽されてるモビルスーツ2号機は核持ちで裏切ったがメイン。またしても何も知らないかがり、ユラ、アスハ代表。かがりが知ったらまあ泣いて切れるだろうな。まあやるよりの国だとは思ってたけど、これって普通はどうなの？信頼問題になると思うんだけど、トップの親族だしそうでもない感じなの？かがりがこんなもん勝手に作ってたら 100% 切れるから、絶対知らないし、アストレイとはまた別の部門が作ってる。順調も知らなかったし、割とこれに関しては直してたっぽいのは知ってた。ラクスさんのせいではあると思う。直なかったら順調もラクスも死亡どころか世界ごとどうなったかわからん模様。それはそれとしてエクリプスはキラが破壊していいと思います。はい。まあオーブが直してくれなきゃ困るから、その対価としてデータもらいます。はあんまり強く否定できねえかもしれねえけど、ニュートロンジャマーキャンセラーはダメだろお前。この頃のオーブの復興費用はキラ作成のモビルスーツ OS のライセンス料、修理費用だとしても払い終えているとも言える。言い換えると、キラにもらった金でキラ裏切ってるよ。キラの OS に関しては、アークエンジェルの修理や補給の代償に手に入れたものなんだから。その後、どう使おうと、文句を言われる筋合いはないよ。そう言われるとそうか。やっぱダメだわあの世界。マジかーってつぶやいちゃったよ。エクリプスの名前が最高に皮肉すぎて開発者たち楽しんでるだろこれ。エクリプス周りラインの上で反復横飛びして遊んでない？本編でニュートロンジャマーキャンセラー解析しようとしたら敵になる覚悟あるまで言ってるのにさ、ほんとさあ、なんなんオーブ。まあオーブの人間があの時のキラの発言を知ってるわけもねえしな。それにしたってよ。まあニュートロンジャマーキャンセラー技術はシード本編でアズラエルに渡って連合側にも情報言ってたから政府判定かな。格闘祭兵器作ったのはサンアウトを超えてゲームセット並みの暴挙。この時期ザクとはリジェネ、テスタメントに核エンジン搭載ザク、連合は N だが N 作ってるんですが。さすがに極秘だった戦時下はともかく、連合にも情報が流れた戦後にフリーダムの保管、隠匿、修理をしておいてニュートロンジャマーキャンセラーは解析するなは無茶だろう。それはそれとして何やってやがる案件だが、オーブはダメだよ。でも連合もザクともノリノリでユニウス条約無視していろいろやらかしてるし、そんな世紀末世界でまた国焼かれたくなけりゃミラコロ搭載でニュートロンジャマーキャンセラーもつけて先制報復核な機体を作っても仕方ないよ。ニュートロンジャマーキャンセラー自体はザクトには物語開始前から連合にはクルーゼが流した時点で存在してるから、キラが何言っても広まるのは時間の問題だったけどさ。何のためにオーブはそこまでするんですか？国家的屈辱を二度と味合わないため。進駐された時国民が連合軍に虐待とかされて泣き寝入りした過去もあって連合への憎悪が強いし、この時期だから思いだけでも力だけでもってあの世界としては大切なラクスの言葉通りの行動を取らざるを得ない。あの世界でそれやると抑止にならずに殲滅戦に移行しかねないからやるべきじゃないんだけどね。気持ちはわからなくもないんだけど、
けどそれくらいの気概で備えねえと、どの道焼かれるんですわ。大体ブルコスのクソ野郎どもが悪いんですが。オーブは何してんだよとネタにできるけど連合とザクトはネタにされない理由？そんなのする必要がないからいい本編で徹底的に書かれてるからだよバーカ。連合というよりブルーコスモスじゃね。でもまあコズミックイラならやるという嫌な信頼がある。それに関しては宇宙世紀でもやるつーか、大体のガンダム作品ならやる。種のメイン4人は前世でガンダム X 規模のコロニー落としでも手動でもしたんかってくらい役に襲われすぎてる。これで世界のためにお前らが働けって鬼かなんかか？まともな大人はどこだおい。かがりはもちろんフリーダム所有者のキラトラクス、機材を入れた DSSD やそもそもフリーダムの元であるザフトとか、全方位に喧嘩売ってる存在すぎない？財団 B が発するするたびにかがりはなくし純章の心はすり減るしアスランは裏切る。人気作品の宿命っすな。この国いつも地上が焼けてる時に地下で変なもん作ってるんすけど良いんすかこれ。よくねえからかがりは定期的に泣くんだよ。頭コズミックイラだし国を守るだけの戦力が必要なのはしゃあないが、なんでいつもいつもまたしても何も知らないかがりさんなのよ。市長のくせにお飾りすぎんだろ。例えばリリーナはサンクキングダムに戦力集めてるの知ってたぞ。通貨エクリプスの時期って核モビルスーツくらいならどこも開発しとるやろ。それはそう、なんならオーブは条約外だったはず。今更すぎるけど確かに腰回りはかなりフリーダムだなエクリプス。やっぱデザインはとんがっててかっけえな。こいつ存在が役ネタでなければキラもうオーブ滅ぼすしかない、新やめろー、みたいになってもおかしくねえじゃねえか劇場版。コズミックイラ世界を見るにオーブが際立っておかしいわけじゃないんだよな。かなり個人がお花畑なだけで国としてはむしろ標準的な立ち回りとすら言える。オーブのアレサを100として連合やザフトのアレサは1万とか10万だからね。リアル世界情勢があんなことになってオーブの解像度が上がったこともあってオーブは再評価されている節がある。正直言って、後付けとして最低の部類だと思ってるんだけど最低すぎてあの世界だとまあやるよなってなる説得力あるのが困る。大前提として連合とプラントが底値レベルでひどいってのがあるからこれでオーブがことさらに悪いって風にはならないけど、本編だと高潔な理念を掲げてお高く止まってたのが同じ地平まで落ちてきちゃった感は正直ある。正直に言えば理想に燃える青臭いけど必死なかがりが大好きだからそんなかがりの裏でこういうモビルスーツが開発されてたというのはなんというか、興奮するよね。かがりに関してはシード時代16歳、運命時代18歳の子供って考えるともうかわいそうって感想しか出てこない、親世代のやらかしというか過婚を背負わされて立場上性格上逃げ出せない巫女って辛すぎる。エクリプス開発秘話に対する反応、いかがでしたでしょうか？動画の高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。